戦国武将紀行正木頼房公、ご夫妻の墓がある、鴨川の真言寺さんに来ています。本堂の方もねすごい綺麗で、お二人のお位牌も飾ってあるんですけど、なんですかね、花頭の窓がすごく綺麗でですね、写真を載せてありますんでそちらでもご覧ください。正木はですね、三浦半島の三浦氏の所流とか一族とか言われてますけど、ちょっとはっきりしない部分があってですね、佐留家と三浦家っていうのは、水軍などもありましたけど、お互いですね、距離は遠いんですけど海を隔てれば割と近いということでですね、この頼房公はですね、父がですね正木時重という槍大膳っていう方で有名ですけど、独立した大名とも言ってもいいぐらいな正木家なんですけど、なぜかというか阿波の里見家に仕えたと、ですから、ほとんど、親族関係、婚姻関係もありますし、里見家は確かに名門ですけど、対等でもないんですけど、同じぐらいの、戦国大名の知名度はあると、そんな、方ですから、里見家の姿勢たるですね、筆頭、もう重臣中の重臣っていう感じですよね。ですから正木時重はじめ時綱ですとか、著名な方も多いんですけども、この頼房公はですね、石見守を名乗ってましたので、お墓の方にはですね石州とか貝宮の方も石州になってまして、左の奥さんは、石州夫人っていうふうになってますよね。でこの方ですね、義弘公の確か娘さんだったと思いますけども、主家のですね、どちらにしても、娘さんということでお墓も大きいのかもしれませんよね。ちょっと分かりませんけど、はい、里見家を支えた、正木家、その、槍大膳で有名な正木時綱公の、息子さんで、正木石見守頼房公ご夫妻のお墓、真言寺さんでした。